ここがバレリア湖の北岸か。なかなか雰囲気がいい場所ね。そうだね、宿も立派そうだし。前に仕事で泊まったことあるわ。酒は美味しいし部屋もいい。文句のつけられない宿だったわね。遊びに来たんだったら言うことなしだったんだけど。あれ？違うのかい？僕はそのつもりだったけど。昼はボートに揺られうたた寝し、夜は酒と料理に舌鼓を打つ。これぞバカンスというやつだね。ちょっとしたジョークさ。バカンスはいつでも楽しめるが、空賊退治は今しか楽しめない。このオリビエ、優先順位はちゃんとわきまえているつもりだよ。楽しむ楽しまないの問題じゃないと思うんだけど。まあいいわ、本気でやってくれさえすれば。早速ご老人が言ってた釣り好きの滞在客を探すわよ。一昨日の夜、怪しい人たちを目撃したっていうお客さんですね。カワセミ亭へようこそ。皆さん泊まりに来たのかい？一応そうだけど、それだけじゃないっていうか。ある人を探しているんです。こちらに滞在しているお客さんで、釣り好きの方はいらっしゃいますか？釣りだったら大抵のお客さんは楽しんでるけど。昨日ここに泊まったご老人の釣り仲間って聞いたわ。心当たりはないかしら？ああ、桑野じいさんのことか。その釣り仲間と言ったらロイドさんのことじゃないか。ロイドさん？オートから来ているお客さんで、プロのアングラーだって話だよ。長考師団とかいうオートにある団体のメンバーらしいんだ。なんかすごそうな人ね。ところでそれって裏手で釣りをしてるおじさん？ああ、多分そうだと思うよ。大声で名前を呼んだら気づいてもらえるんじゃないかな。っていうロイドさん？すごい集中力だね。魚以外目に入らないみたいだ。仕方ない、ここは僕の出番のようだね。え？
なんだね、君たちは。いつからそこに？えげつな。見ているこっちも思わず鳥肌が立っちゃったわね。やあ、ごきげんよう。先ほどから声をかけていたんだが、さすがプロ、すごい集中力だね。あなたがロイドさんですね。ああ、その通りだが。はて、どうして私の名前を？とあるご老人からあなたのことを聞いたのよ。少し時間をいただけないかしら。なるほど、桑野さんから聞いたのか。ああ、確かに見たよ、一昨日の夜、奇妙な連中をね。やっぱり。その話、私たちにも詳しく教えてくれないかな。その前に、君たちは遊撃士だって？何かの事件に関係することかい？断言はできません。ですが、可能性はあります。わかった、そういうことなら協力しよう。一昨日の晩、ボートで夜釣りに出た時のことさ。主との格闘に明け暮れた私はクタクタになって宿に戻ってきてね。すっかり夜も更け、宿の者全員が眠りについている時間になっていた。ちょっと待って、その主っていうのは？よくぞ聞いてくれました。主というのはこのバレリア湖に住む巨大マスのことでね。もう10年以上も前から我々釣り愛好家の間で畏怖されている魚なんだよ。しまった、マニア心に火をつけましたね。そんなすごいやつなんだ。ああ、私は5年近くやつを追っているのだが、何せ広大なバレリア湖をあっちに行ったりこっちに来たりと気まぐれに餌場を変える魚でね。最近この辺りに現れたことを知って、私もオートから追っかけてきたわけさ。大した情熱だ。その気持ちわからなくもないよ。僕も気に入ったものがあったら何としても手に入れたくなる口でね。例えばグランシャリネとか。あれは手に入れたんじゃなくて飲み逃げしただけでしょうが。話を戻すわよ。それでロイドさん、夜釣りから戻ってきてどうしたの？ああ、それでボートを戻して宿の中に入ろうとしたんだが、奇妙な二人組が宿の敷地から街道に出ていくのを見かけたんだよ。街道ってそんな真夜中にですか？ああ、間違いない、アンセル神道に出て行ったよ。最初は町から遊びに来た連中が戻るところなのかと思ったけど、さすがに時間が遅すぎるし、次の日宿の人間に聞いてみたら、そんな連中知らんと言うじゃないか。幽霊でも見たんじゃないかって思わず背中がゾーッとしたもんさ。幽霊？そんなの出るの、ここ？何せその二人組、若い男女のカップルだったからね。もしかしたら周囲に認められずに心中したカップルだったのかも。やめてよ。やれやれ、
相変わらず幽霊話には弱いのね。そのくせ聞きたがるんですよ、怪談とか世にも不思議な話とか。エステル君もそうやって怖がっている分には何とも可愛らしいじゃないか。寒さに震える子猫のようだよ。噛みつくわよ。まあ幽霊っていうのは冗談さ。だが訳ありのカップルというのはもしかしたら本当かもしれないんだ。女の子が変わった服を着てたからね。変わった服というと？後ろ姿しか見ていないから確実とは言えないんだが、学生服を着てたみたいなんだ。学生服ってまさかジェニス王立学園ですか？おお、よく知っているね。私の姪も通っているんだが、それとそっくりだったよ。なるほど、これで一気に怪しくなったわね。怪しいどころか、絶対あの生意気娘だって。とうとう尻尾をつかんだわよ。なんだ、君たちの知り合いだったのか。だったらあの二人が思い詰めて早まったことをしないよう注意してやってくれ。確か今夜あたりにまた来るようなことを話していたからね。それ本当ですか？ああ、二日後にまた来るぞって若い男の方が話していたんだ。真剣な口調だったから気になってね。なるほど、貴重な情報感謝するわ。あとは我々に任せてちょうだい。絶対に悪いようにしないから。はあ、そうか、そう言ってくれると助かる。なんだか肩の荷が下りた気分だよ。安心したら今度はボート釣りがしたくなってきたな。こうしちゃいられん。君たち、私はこれで失礼するよ。相当な釣りバカね。私なんか足元にも及ばないわ。調校師団とか言ってたけど、どういう集まりなんだろうね。それで結局そのカップルがどう事件に絡んでくるんだい？事情を知らない僕にも今節丁寧に教えてくれたまえ。そうね、かいつまんで説明すると、なるほど、それは確かにビンゴのようだね。となると今夜というわけか。ええ、念のため私たちも部屋を取った方が良さそうね。真夜中まで待つ必要があるし。うん、宿の受付で部屋を取りましょう。
泊まりになられますか？うん、そのつもりだけど。エステル、ちょっと待った。やり残していることがあったら今のうちに済ました方がいいよ。一旦部屋を取ってからボスまで戻るのもなんだしね。確かに。かしこまりました。それでは皆さん、お部屋にご案内します。こちらの部屋になります。では皆さん、夕食までごゆっくりお過ごしください。なかなかいい部屋だね。町のホテルにはない趣があって。うん、いい感じよね。値段もそんなに高くなかったし。さてと、夜が更けるまで私たちもゆっくりしますか。おお、ナイス提案だ。嬉しいけど、ゆっくりしちゃっていいのかな。休めるときに休んでおく。それも遊撃士の仕事のうちよ。食事するなり散歩するなり、しばらく自由行動にしましょう。わあ、すっごく綺麗な眺め。まるで湖が光ってるみたい。対岸にオートがあるはずだけど、霞んでいてよく見えないな。さすが王国最大の湖だね。釣りをしたらめちゃめちゃ楽しそうだけど。やってきたら、いい気分転換になると思うよ。うん、そうしよっかな。ヨシアはどうするの？僕は、そうだな。読みたい本もあるし、そこの席でゆっくりするよ。もう、じじくさいな。男の子だったら、もうちょっと体を動かさないと。そういうのは君に任せるよ。付き合いが悪いんだから。まあいいや、早速場所を決めよっと。そこの桟橋あたりが良さそうだけど。知らねえってば。また昼間から始めちゃって。いくら軽いお酒でも飲みすぎたら体に悪いよ。大丈夫大丈夫、こんなの水みたいなもんよ。エステル君、たまには息抜きも必要だよ。シェラ君を案ずるのもわかるが、ここは僕に任せてくれたまえ。いや、心配してるのは知らねえじゃないんだけど。ん？ところでエステル、ヨシアはどうしたの？ひょっとして振られちゃった？うん、実はそうなの。なんですって？釣りに誘ったんだけど、読書するから遠慮するだってさ。まったく、白状だと思わない？なんだ、びっくりした。軽く一杯やらないかと誘ってみたら即 OK だったのさ。シェラ君もようやく僕の魅力に気づいたらしいね。その自信過剰が命取り。
んじゃないの？ポイントとしてはそこの桟橋が良さそうだけど。チェ、ヨシアもやればいいのに。結構うまいんだからさ。君ほどじゃないけどね。ここで日頃の修行の成果をじっくり見物させてもらうよ。ここがベストみたい。ふんふんふん。早速始めよっかな。しまった。私、竿持ってない。宿屋の人が貸してくれないかな。貸し竿ってありませんか？ええ、ございますよ。こちらになります。宿泊の方には無料です。え、本当？ラッキー。へえ、貸し竿にしてはなかなかいいロットね。それじゃ遠慮なく借りちゃいます。ここがベストみたい。ふんふんふん。さーてと、この桟橋からだとどのあたりがよく釣れそうかな。しようかな。よし、それじゃあのんびりと行くとしますか。よし、フィッシュオン。魚がかかったわね。さて、ここからが肝心よ。どう釣り上げてやろうかしら。よし、これでどうだ。げっ、なんてお約束な。さてと、どうしようかな。じゃあポイントはどうしよう。どのあたりがよく釣れ。だいたいあのあたりね。じゃあ仕掛けはどうしようかな。よし、それじゃあのんびりと行くとしますか。フィッシュオン。さて、ここからが肝心。よし、これでどうだ。やったー、こんな大物は久しぶりね。この大きさは自己最高記録を更新したかもしれないわ。引きからしてただの魚じゃないと思ったのよね。さてと、どうしようか。じゃあポイントはどうし。
うん、だいたいあのあたりね。じゃあ仕掛けはどうしようかな。よし、それじゃあのんびりと行くとしますか。よし、フィッシュオン、魚がかかったわね。さて、ここからが。よし、これでどう。これで今日はもう満足かも。さてと、どうしようかな。まだ釣りを続けようかな。じゃあ、今度は仕掛けは何。よし、それじゃあのんびり。フィッシュオン、魚がかかったわね。さて、こ、よし、これでどうだ。うん、なかなかの獲物ね。さて、どうしようか。じゃあポイントはどうしよう。じゃあ仕掛けは。よし、それじゃあのん。よし、フィッ。さて、ここ。よし、これでどうだ。小手調べってところよね。さてと、どうしようかな。ま、じゃあポイントは。だいたい。じゃあし、よーし、それじゃん。よし、フィッシュオン、魚がかかったわね。さて、こ、よし、これ。あらら、ずいぶん可愛らしい魚が釣れたわね。さてと、どうし、じゃあポイ、だいたい。じゃあ仕掛け。よーし、それじゃ。よし、フィッシュオン、魚がかかったわね。さて、ここから。よし、これでどうだ。やったー、こんな大物は久しぶりね。この大きさは自己最高記録を更新したかもしれないわ。引きからしてただのさ。さて、どうし。じゃあ今度は仕掛けはない。よーし、それじゃあ。
よし、フィッシュオン。さて、ここ。よし、これで。やったー！この大きさは、自己引きからして、ただの、さて、どうし、じゃあ、今度は仕掛けはな、よーし、それじゃん。よし、さて、ここ、よし、この大きさは、磁気機からして、ただの坂、さ、どうしようか。じゃあ、ポイ、今度は仕掛けは、よーし、それ。よし、フィッシュオン、坂、さて、よし、これで、久しぶりね。この大きさは自己最引きからしてただの魚。もう夕方か。うん、なかなかの戦果ね。見て見て、ヨシア、こんなに釣っちゃったわよ。あれ、ヨシュア？あれ、これって、ヨシュアの忘れ物かな？いつも済ましてるくせに割と抜けてるとこあるのよね。仕方ない、私が届けてやるか。それにしてもヨシュアってばどこに行っちゃったのかな？Thank you.
なかいける口だったのね。気に入ったわ。ほらほら、どんどん行きなさい。とっ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 と。ま、待ちたまえ。少しペースが速くないかね。このままだと夜中に支障が。なんですって？こら、エッポコエゾカ！私の酒が飲めないってのは？ひー！ちょっとエステル君、黙ってないで何とかしてくれたまえ。ごめん、そうなったら私でも止められないわ。でも大丈夫、シェラネーっていくら酔っても潰れないから。僕の心配は？なんだか暑い。もうめんどくさいし、スパーッと脱いじゃおうかしら。それ以上脱いだら、いろいろとまずいってば。彼女はいつもこうなのかい？さすがに仕事中だから、いつもよりもかなりマシな方。うちの父さんですら、酔ったシェラネーにはかなわないし。そうなのか。この上さらに乱れるのを見たいような、見たくないような。少年、こんなところで何を黄昏れておるのかね。黄昏れてなんかいないけどね。もう釣りはいいの？今からが入れ食いじゃない？うん、もう十分。久しぶりに堪能しちゃったわ。あ、そうだ、もう読書するとか言って置きっぱなしにしちゃってさ、もったいないお化けが出るわよ。ああ、ちょうど読み終わったばかりでさ、目が疲れたから気分転換に散歩してたところなんだ。こーら。何？また一人だけで何か溜め込もうとしてるな。わかるんだってば、そういうの。だいたいね、フェアじゃないわよ。ヨシアだって私が落ち込んだ時には慰めるくせに。私じゃ父さんみたいに頼りにはならないと思うけど、それでもこうやって一緒にいてあげられるんだから。ごめん。こういう時にはありがとうでしょ。ヨシアって頭はいいけど、肝心なことが分かってないんだから。本当にそうだな。ありがとう、エステル。うむうむ、苦しゅうない。あ、そうだ。ハーモニカを一曲。お礼はそのあたりでいいわよ。仰せのままに。星のありかでいいかな。
なんでかな。ハーモニカの音って、夕焼けの中で聞くと、なんだか泣けてくるよね。相変わらず、何も聞かないんだね。約束したじゃない。話してくれる気になるまで、私からは聞かないってね。それに5年も経つんだもん。なんかどうでもよくなったし。そう、5年もだよ。どうして何も聞かずに一緒に暮らせたりするんだい。あの日、父さんに担ぎ込まれたボロボロで傷だらけの子供を、昔のことを一切喋らない得体の知れない人間なんかを、どうして君たちは受け入れてくれるんだい。やった。そんなの当たり前じゃない。だってヨシアは家族だし。前にも言ったけど、私ヨシアのことってかなりいろいろと知ってるのよね。本が好きで不器用オタクで、やたらと容量が良くて、人当たりはいいけど他人行儀で人を寄せ付けないところがあって。ちょっと。でも面倒見は良くて、実はかなりの寂しがり屋。もちろん過去も含めて全部知ってるわけじゃないけど、それを言うなら父さんの過去だって私あまりよく知らないのよね。だからといって私と父さんが家族であることに変わりはないじゃない。多分それは父さんの性格とか癖とか料理の好みとか、そういった肌で感じられる部分を私がよく知ってるからだと思う。ヨシアだってそれと同じよ。本当に君にはかなわないな。初めて会った時、飛び蹴りを食らった時からね。うん、怪我人に向かって何度もね。幼い頃の過ちってことで。はいはい。ねえエステル。何ヨシア。今回の事件絶対に解決しよう。父さんが捕まってるかどうかまだはっきりしてないけど、それでも僕たちの手で絶対に。うん、もちの論よ。そろそろ宿に戻ろうか。食事の用意もできてる頃だろうし。うん、お腹ペコペコ。しっかりご飯を食べて真夜中に備えなくちゃね。忘れてた。ヨシア、この本。ああ。もう読み終わったんだよな。かさばるし、どうしようかな。難しい本みたいだけど、私でも頑張れば読める？大丈夫だと思うよ。よく知ってる内容も多いから。エステル、読んでみる？うん、挑戦してみようかな。
君たち助けてくれたまえ。さすがにもう限界だ。すごい、少しだけ見直しちゃったわ。確かにシェラさんに付き合って意識が残っているのは珍しいかもね。いいところに来たじゃない。お姉さんと一緒に飲みましょう。いいでしょ、いいでしょね。私たちはこれからご飯食べるからダメだってば。やだやだ、一緒に飲むったら飲むの。飲んでくれないと暴れてやる。ダダッコモードに入った。シェラさん、オリビエさんがまだ大丈夫みたいな感じですよ。付き合ってもらったらどうですか。なんだ、まだいけるわね。ひぃ、ヨシア君、あんまりな仕打ちじゃないか。さすがにかわいそうじゃない。そうかな。でも意地悪な君も小悪魔的で素敵だ。確かに心配なさそうね。それじゃあ僕たちはカウンターの方に行こうか。邪魔するのもなんだしね。うん、そうね。シェラ君、お願いだからそれ以上は注がないで。グロッキーね。さすがの超マイペース男も酔ったシェラ姉には勝てなかったか。いやー、飲んだ飲んだ。最近いろいろあって飲めなかったから久しぶりに堪能しちゃったわ。もう完全にシラフだし。シェラさん、何か特殊な訓練でも受けているんじゃないんですか。うん、ゲテモノ種の類は昔から飲んでたけど、サソリ入りとかマムシ入りとか、それで酒に強くなったのかしら。いや、それは違うんじゃないかな。それよりこいつどうするの。しばらく使い物になんないわよ。このまま寝かせておきましょう。ここから先は空賊たちと直接対決になる可能性が高いわ。やっぱりただの民間人を巻き込むわけにはいかないからね。もしかしてついてこさせなくするためにわざとオリビエを酔わせたとか。え、当たり前じゃない。神領遠望の賜物ってやつよ。その間は何なのよ。絶対ナチュラルに楽しんでたね。さてと、夜も更けてきたわ。早速宿の周辺を回りながら張り込みを始めるとしますか。あ、ごまかした。お黙り。とりあえず昼間に話を聞いた外れの桟橋まで見回りをするわよ。はい、わかりました。それじゃレッツゴー。
シェラ君、これ以上は。誰もいないわね。何の用事か知らないけど、あの兄弟本当に現れるのかな。確かに確証はないけど、ロイドさんの情報が正しければきっと現れるんじゃないかな。でもあまり動き回ったら見つかって逃げられる可能性があるわ。風族たちは街道から来るみたいだし、そちらを見張っていた方が良さそうね。確かに。それじゃあどのあたりで見張ろうか。街道方面がチェックできて、向こうには気づかれない場所、そんな場所が良さそうだね。少し早い時間に着いたか。そうだね。ああ、昼間だったらここで食事とかできるのにさ。無茶言うなよ。俺たちはお尋ね者なんだぞ。俺、さっさと行くぞ。ああ、待ってよ、キールニー。やっぱりあいつらか。外れにある桟橋の方に向かったみたいだね。何をするつもりなんだろう。それは見てのお楽しみってね。気づかれないように近づくわよ。さすがにまだ来てないか。しかしあの連中いつも時間通りに来るよな。僕あいつら嫌い。なんか偉そうだし、それにちょっと怖いんだもん。確かに得体の知れん連中ではあるな。だが仕方ないさ、ドルン兄貴の命令だからな。ここなら大丈夫そうね。うん、会話もバッチリ聞こえる。ねえキールニー、ドルンニー、最近おかしくない？大体変だよ。定期船を乗っ取ったのだって。確かに身入りは良かったけど、軍が本腰入れて介入してきたし、遊撃士なんていう生意気な連中まで絡んでくるし、
それに人質を取って身代金まで要求するなんて、さすがにやりすぎだと思う。なんだかんだ言ってお前も女の子なんだな。心底悪党にはなりきれねえか。褒めてるんだよ。これでも辛いんだったらお前だけでも故郷に戻っていいんだぜ。高望みさえしなければあそこは暮らしやすい場所だ。リベールよりはちと寒いけどな。いくら兄でも怒るぞ。大体僕がいなかったら食事も洗濯もままならないくせに。僕がロレントに行ってた時の惨状を繰り返すつもりかよ。そいつはごめん、こんぶりたいが。でも、ちった考えておけ。これ以上引き返せなくなる前にな。ま、それはそれとして。確かに、ドルン兄貴の様子がちょいと変というのは同感だ。身代金の額を釣り上げるために時間を稼ぐってのも限度がある。その見極めがつかないほど兄貴はバカじゃないと思うが。やっぱりさ、あいつが来てからじゃないの。そうとしか考えられないよ。確かに連中を紹介したのもやつだしな。何か吹き込まれたのかもしれねえ。あいつ、やつ？誰のことかしらね。あれは。どうしたの？来たみたいだよ。よう、おいでなすったな。相変わらず時間通りじゃねえか。ふん、少しは遅れてくるなり早く来たりすればいいのにさ。まったく可愛げがない連中だよね。ふん、時間厳守が我々の習いでね。気に障ったのなら謝罪しよう。嫌味だよ。ほんと可愛げがないんだから。こら、話が進まねえだろ。とりあえず早速ビジネスの話といこう。その後の進展はあったのかい？ああ、ついに陛下が動かれた。ご自分の資産から身代金を拠出するおつもりだ。そうか、女王さんの財布からかよ。いよいよ大詰めってわけだな。王国軍の方はどうなの？僕たちのアジトの場所に気づいたような気配はある？まだのようだな。しかし時間の問題だろう。遊撃士協会のメンバーが動いているという情報もある。いずれにせよ成功の暁にはアジトを捨てることになるぞ。ああ、どうせ偶然見つけた狩宿だ。兄貴だって未練はないはずさ。また怪しげなのが現れたわね。知らねえ、どうする？突入して一気に蹴りつけようか。うん、それよりいい考えがあるわよ。いい考え？あの兄弟が現れたってことは近くに空賊艇が停泊してるはず。また逃げられたらかなわないし、先にそちらを抑えるのはどう？
なるほど。まずは足を奪うってことね。私は賛成だけど、ヨシアは？ヨシア？ああ。空賊艇を先に抑える案か。うん、僕もその方がいいと思う。どうしたの？なんか顔がこわばってない？いや、うん、きっと気のせいさ。あまり時間はないわ。彼らの話が終わるまでに街道に出て空賊艇を探すわよ。なるほど、琥珀の塔の前か。確かに街道から外れてるから停泊場所としてはうってつけね。それでシラさん、すぐに彼らを制圧しますか？そうね、前に遭遇した時と比べて手下の人数が倍以上いるけど。大丈夫だって、制圧できない数じゃないよ。このまま一気に蹴りよ。それはどうかと思うけどね。やあ、待たせてしまったね。オリビ、静かに。あいつらに気づかれるよ。驚いたわね。あの酔いつぶれた状態からよくそこまで回復したもんだわ。任せてくれたまえ。胃の中のものをすべて戻して冷たい水を頭からかぶってきた。ありえない。なんというか執念ですね。こんな面白そうなことを見逃すわけにはいかないからね。ちょうど宿から出たところで街道に出る君たちを見かけてようやく追いついたという次第さ。爪が甘かったわね。歌手の一気飲みでもさせておけばよかったかしら。それは確実に死ねるんで勘弁してくれたまえ。それよりも君たち、ここで空賊たちと戦うのは少々面白くないと思わないか？別に面白くなくてもいいの。いや、これは真面目な話。ここで戦ってついでにあの兄弟を捕らえたところでだ。彼らがアジトの場所について口を割らない可能性だってある。それどころか人質を盾に釈放を要求してくるかもしれない。何事にもリスクはつきものだわ。それともリスクを回避できるいいアイデアでもあるのかしら。諸君、耳を貸したまえ。いいけど、息を吹きかけたりしたらマジでぶん殴るからね。兄貴、お嬢、お帰りなさい。結構かかりましたね。話が長引いたんすか？なあ、いよいよ大詰めだからな。王国軍の動向も含めてかなりの情報を仕入れてきた。それじゃあいよいよ。うん、数日のうちに身代金をいただけそうだよ。僕たちの夢に向かって一歩前進といったところだね。やっほー、やったぜ。こらこら、まだ喜ぶのは早いっての。とりあえずアジトに戻ってドルン兄貴に報告するとしよう。みんな急いで撤収だよ。勝手だ。